みんなごめんね、このビデオを見てるということは、私はもうこの世界にはいないと思います。こんにちは。やっぱりずっとみんなと一緒にいたかったんだけど無理みたいで悲しいですが、みんなとはお別れするという選択肢を取りました。なので今日は皆さんにさようならのメッセージを伝えに来ました。みんな2回目だよ。みんな2回目だよ。こんにちは。どうしたの？そんな暗い顔をして。2回目はいなくならないよ。大丈夫みんな。大丈夫。もうみんなとはさよならして。うん、私はやっぱりなんかグループにとっても別にいらない存在なのかなみたいな思っちゃって、やっぱ自分を自分で追い詰めてしまうことが増えてしまったので、もうこれ以上はみんなの前にはいられないなと思ったので、今日でみんなとはお別れです。なんか最近はお話ししていてもみんなと会わないなって思うことがあって、みんなのこと嫌いになりたくないのに嫌いになっちゃう自分がいて、そのジレンマを抱えながらやっぱり生きていくのはしんどいなって思って、なのでちょっともう私はこの一線を退こうかなと。みんなどうしたのそんなに暗い顔して元気出して、何が悪いことがあったの？じゃあこれぐらいでやるね。大丈夫？ちょっと通信環境が悪いかもしれないんですけど、すいません、ちょっと通信環境が良くなくて
もしかしたら途中ラグったり途切れたりあるかもしれないんですけど、ごめんね。そう、私はまだ絶望みたい、絶望すること言っていい？まだお仕事があるんです。そうなの、だからね、ちょっとね、まあ、待機時間なんですけど、無理しないでね。ありがとう。りんちゃんだよ。りーちゃんだよ。ちょっと今日下から撮ってるからブスだな。グッとしたいま、端から端まで結ばれたいな、あーグッとしてーま、指先のことまで伝えたいな、パーグッとしてーま、やったよね、今年の春くらい。こんにちは。ん？それ私じゃないやつだない？ショールームアワードって何？リカじゃないのにリカのこと言ってくる。うざい。この人通報していい？ノミネートされてないのにノミネートされてるみたいな言ってくる。さい。ノミネートされてる？されてないよ。去年とかじゃない？去年、おととしとかじゃ。ノミネートされてる？おや？あれれ？知らないな。どれ？ AKB 枠？え？ノミネートされてるだけで別に受賞してないでしょ？何枠？どうして？どうしてですか？え、私知らないんだけどそれ。48グループもっといるだろう。もっといるだろう。私と誰ノミネートされてんの？
正解数はあのフォッカーさんのおかげですじゃあじゃあフォッカーさんのおかげです。まあ、みんなだけどね、みんないつも壇上に登ってくれる人、よく誰がいるかな、私がよく見るのは堀もきさん、最近リュウジさんって人もよく見るし、誰が最近いるかな、中月さんとか、あと誰いる、いつも最近ソナチネさんって人もね入ってくれてんだよね。うん、ノミネートってことはその授賞式みたいなのには参加するかしないかまだ分かんないってことですかね。あ、そうなんだ。 NGT ノミネートはリカちゃん、みはる、ひのちゃん、ちかな、みゆみゆ。あー、じゃあちかなじゃない、ちかなのところめっちゃ何でも達成してるイメージだけど、リカね、マリナからなんか5億年ぶりぐらいにお誕生日プレゼント今年もらったんですよ。で、え、なんで？って思ったんだけどなんかちょうどその私の生誕もおつぼねでやったからかな、なんかそれでなんか毎回おめでとうって言ってくれる印象はあったんだけど、マリナに関しては。でもなんかプレゼントくれて、え、なんで？と思って。でマリナもね、この間お誕生日だったから、私ね、めっちゃ可愛い、マリナんとこの猫大好きなんだけどガタキャッツ、ガタキャッツ大好きなんだけどさ、おさむとちゃちゃまるとがんいたの何のことか分かんないよね。あのポルジョにおさむとちゃちゃまるがいて、これはマリナが猫好きだからこれにしようって思って、おさむとちゃちゃまるで迷ったんだけどおさむにした。なんか白猫なんだけど、おさむはあのガタキャッツ、白猫なんだけど、白猫の方がなんか私はあのカツオ推しなんだけどあのおさむも白くて可愛いなって思ってて、なんかマリナの服とかよく使ってる化粧品とかに馴染むのは白黒かなと思って白にしまおさむを保護しましたポルジョでおさむを保護してきました。めっちゃ可愛かったんだよね。でもさ、ポルジョのさアドベントカレンダーのやつめっちゃ可愛いの。今回ね、丸い箱でね、私ポルジョが一番好きなんだけど、うん、トゥーフェイスドも可愛いんだけど、トゥーフェイスド、あ、でも一番最初一番好きなのはポルジョ、2番目にトゥーフェイスド、3番目にあ、デパコスね、デパコスで言うとジルが好きで、まあ、全部どれも女の子っぽいキラキラしたコスメだから、まあ私はよくパケ買いするんだけどそう、猫かわいいよね。ポルジョは猫モチーフが多くて、私も猫好きだから飼ってないけど、なんかあとね、お花がすごい可愛くて、ポルジョが一番好きです。なんかジルの櫛
もう迷ったの。ブラシか髪の毛のブラシどっちにしようと思って、キラキラで可愛かったので、それもお姫様みたいなブラシだったからマリダに似合うなと思ったんだけど、でもここはやっぱり私の一番好きなポルジョで攻めようと思ってマリピってショールーム配信してる最近。わかんないけど髪の毛ちょっと切ってて可愛かった。同じゆうたさんにお世話になってるので、ね、もうリハしちゃったから汗かいてたんですけど、暗くなりました髪の毛。かわいい、かわいいって言えかわいい。でもねちょっとねアッシュっぽい。まあでもどうせするんだったらブリーチしてるからこそできる色がいいなと思ってアッシュっぽいのにしました。だから黒なんかね、これ今フィルターつけてるからあれなんだけど、こうやって見たら黒って真っ黒ではないんだよね。ちょっとアッシュ、グレーアッシュっぽい色です。そう、あれどれだっけフィルター、あ、これだも良くて、お顔も強いとか無敵だね。いやまあこれは諸事情による急なやつなんですけど、みんな心身ともに鍛えておいてね。リカ姫がリカ姫がさ、もしかしたらキスシーンやるかもしれないの嘘だよ、ないけどなんでね、それはガーンないよ。ええ、これさガチであるってなったら、いや本気で読む人だけ「はい」って言って、今私の前だから手で言ってるだけみたいな人もいるでしょ、一応なんか嫉妬しとくかみたいな。かわいいんだけどみんな母性ゆりたんっておもろいよな本当に。はい、本当に絶対そういう手で言ってるだけでしょ、意識を失います読まないわけがない。大丈夫だよ、意外と言って耐えられそうじゃない。仕事でもきつい、ガチ
え、じゃ、そんなまで言われたら私みんなのために断るまであるよ。ご飯食べられない半年ぐらい理解できないと。え、でもさ、じゃもし理解魔がそういうシーンをしてもファンやめたりはしないでね。ないけど、もしやったとしてもやめたりしないでね。けどもうやみます？ファンはやめません。痩せますけど。それは困るな。それでやめるならやまない。そうだよね。そっか、もしそうだよね、ファンやめればいいって思ってるような人って多分、でもそれで一気にさ、なんかで恋心がなくなることもあるのかな。それだったら寂しいな。ずっと理解できずにキラキラ壊れちゃったんだってなるってことね。割と見たい、そこだけ無理。あ、そういう性癖って言っちゃった人もいる。間違えました、すいません。ここだけちょっとあの切り取らないでください。え、でもそういう人もいるか。カピタンちょっとあれ、ね、異常だもんね。なんか変な子だもんね、カピタンね。ねえ。サチ。え？変じゃない。え、ごめん。変じゃないよね。ちょっと変わってるだけだよね。墓建てとく。墓石契約急に増えたなっつって。急に。墓石屋が儲かることになる。2割のお墓。かわいいじゃん、全部にひらがなで。ハッシュタグ2割のお墓。え、じゃあさ、じゃあさ、もしさ、いや今後ないと思うけど、そういうシーンがあるってなったら、ハッシュタグ2割のお墓やってね、ツイッターで。そんな日が来たらどうなってし、でもないと思うよ。てかそういう、うん、演技の仕事あんまり来ないから。でも役者さんとかそう考えたらすごいよね。なんか好きでもない人とさ、するわけでしょ。急に多分好きな、あ、そういうこと、
本当に好きになるってこと、その人のことを。でもリカ顔から火出て死ぬかもしれない、そんなことしろって言われたら。だってその人のこと別に好きじゃないんでしょ。なのにさ、キスしなきゃいけない。言えない魔法が言えない魔法がかかっちゃった。ダメ。いや私意外とケアだから、そういうのあんまちょっと恥ずかしくて言えない。謎なところピュアだよね。そうなんだよね、意外とね、可愛いところあるでしょ。でもさ25歳なんよ私も。そうなったらさ、なんか一応こう経験しておかないといけないことをさ、なんかいろいろすっ飛ばしてきてるわけじゃないですか。それなのにさ急にじゃあ演技で キスしなきゃいけなくなったらさどうするんだろう。これちょっとハマっちゃった。もう他の言い方に変えな。他のこと、どういうこと、接吻ってこと。時代オブ江戸。接吻、接吻をかわすって言えばいい。ねえ、接吻を交わすって言えばいい。時代オブ江戸だけどいいの？室町。やだそれ言いたくない、なんか気持ち悪いから。やだな、やだやだ。接吻がいい、まだ。はあはあ、風情が。ね、詩人みたいな。接吻はお上品であります。じゃあもしもじゃあ演技でその好きじゃない人と私が接吻をしたときに。じゃあみんなはさどうすんの、キャーってなる。
え、でも見る見るこっちゃ見る。相手のいろいろを調べる、やめろ。誰と関節キスかなじゃないねん。全ての感情を失って凝視する。見ないかも、見ない人もいるか。見ますね。そして調べて、その先は何、怖い。その先、その時にならないとか。そうだよね。でもめっちゃ病む。どの程度で病む。ハグは病まない。見て、夜風に当たり、ちょっと具合、見ねえよ。いや、すごい、もう珍しく切れてる。虚無。病む。痩せるんだ。え、どれぐらいだったらいい？どれぐらいだったらまだ許せる？ああ、許すってなる。手つなぐのも嫌う。手つなぐで嫌う。でもさ、みんなも握手してるやん、そんなこと言ったら。まあ、したことない人もいると思うけど。みんなも握手してるやん。どれも着てカピタン、温度差がすごいよ。やっぱり変な子なんだな、この子は。濃ゆいのは見れないか。あいーだったりだけど。えーだったりだけど。こうならなきゃいいってことでしょ。これちょっと笑い方キモすぎ。あのさ、最近私笑い方キモいんだよね。これならいいってことでしょ、うん、こうなっていくのは無理ってことでしょ。グータッチ、あ、グータッチならやまない。そういうシーンないから。どういう場面。あ、仲のいい男友達とかってこと。お知らせのリアルで行う、おおってなり。グータッチは OK。 分かった、じゃあ腕組むわ。腕組む、まあ全部ダメに。ダメだろ。それギリ許せるところを探りたいんだよね、私は。私はね、私の場合、私が、自分の推しがそういうなんか役をやるのって、あの最初は病むけど結局めっちゃ湧くと思うんだよね。多分脳内変換が可能だから。だから絶対
なんか湧くと思うんだよね。だから私はどっちかというとカピタン寄りなの。自分と聞か、そうそうそう、それは共感できる。そうそう、こうやってビビ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 、はい、脳内変化か完了。これ私だ。できるから、わかる。ね、そうだよね。私どっちかっていうとカピタン寄りだ。それまでの過程が耐えられ、え、だからこうなってさ。まあ、ここに誰かがいてこうやってさ、この根数秒間があるやん。でこうなって「ありがとう」と「君に」っていう感じでしょ、言われるとなんだか「さようならの淡くほろ苦い」想像すんだけど胃が。いや今のは完全に「ありがとう」と全部持っていかれてしまっていたけども、切ない。リカちゃんとハグしたことないから分かんない。そりゃそうだ。想像するだけでやみそう。でもリカ姫のキャラでそんな役来ないよ。来たらどうしようっていう話してるだけ。昨日リカみんなにいじめられたから、今日はリカがみんなをいじめれば。ディズニーの TikTok 見、どの TikTok だろう、どの TikTok ですか、ディズニー。オンリーワンのリカイム、ありえなくはないあたり。リカイムだってそういうシーン想像できる？できないよ。なんか友達の彼氏取る役とかならやってきそうだけど。まるまるくんさ、私じゃダメかな。もちろん彼女いるのも知ってるけど、今夜だけでもダメかな。ダメです。うわぁ、傘差しながら「やわなハートがしびれる」分かったよ。めっちゃ土砂降りだったんだあの時。嬉しい、ありがとう。私は好きだよ、ドロドロ。めっちゃ語ってる人いるわ。分かってるよ、困ってるよね。でも
私なりに考えて今日言わなきゃもう無理だと思った。ダメかな。ダメなわけないだろもう。やるね、じゃあその役。その役やるね。元気ですか？病んでるけど元気だよ。胸元に大きいリボンがついて LOVEYOU、 うん、それね、嬉しい。 TikTok からショールーム来てくれるの嬉しいね。仲間できた。今日は過去一かわいいです。え、過去一マジか。安定の闇やな。うん、闇仲間だもんね。闇仲間だよね。え、どのゆうやくんだろう。私の知ってるゆうやくんかな。うん、闇仲間だもんね。LINE インスタは不況材料。ずんだシェイクですか。なんて。私さ、こないだ島根に行ってたの。すごいやろ、移動距離。日本全国飛び回っとるやないか。闇闇の実を同じく食べてる方ですね。闇仲間というパワーマ。え、闇仲間他にいる？私よくメンヘラ界隈代表。メンヘラ界隈代表みたいなとこあるんだけど。初めての推しメンになれそう。落ちたん。そっか、離婚しじゃないもんね。闇卒業しました。私は一生病んでるよ。メンヘラ界隈、全国メンヘラ協会代表。やまないの無理じゃね。そうなんだよね。だってなんかみんながリカ姫に意地悪してくるから。昨日から私はファンのみんな嫌いウィークに入ってんの。それまでは大好きだったのに、みんなにいっぱい意地悪言われて、なんか支持込めが湧き始めて、はっなってショールームやめようかなって思ってる。今月で引退。
だけど今日みんな画面ケアしてくれたら考えてあげてもいいよ一緒にいる相手によって左右されるのあるよね、女の子って本当にそうなの。私はどっちかっていうと、え、でも確かにファンのみんなに左右されてるもん私待って、昨日来れなかった、どうした、ひどいよね、みんなにいじめられてるんだ全力でケアさせていただきます。てかちゃん今日も可愛くて湧いてるんだ。一回目髪の毛黒くしたんだ。帯目、モバメが突然来て驚きました。病んでるからモバメ送ってんだよ、心配しろもっとリカちゃんを信じて、いや今日もだから本当はショールームしたくなかったんだけど、なんか髪色変えたし初めて見せるの、あ動いてるねが、なんかツアーになっちゃいそうだなって思ったから、この空き時間に、やばいんだよ本当に、覚えなきゃいけないことがたくさんありすぎて私はもう本当吐きそう、なんか振りとか口から出てきそうだもんダンスが口から出てきそうなぐらいに詰め込まれて、いつも可愛いけど今日も可愛いし宇宙破壊力ありがとう久しぶりに会いにおうだよ。でももうシャメ変わっちゃったもんね、次の特典が何かによるけど、ツアーファイナル楽しみにしてます。ツアーファイナル、いやめツアーファイナル出れない、いやこのままいくとガチで出れない、もうなんか多忙すぎて過労死する。サマーチョコレートなんとかまるでベイビーかのお酒ほろよい本当に毎日がそうなんだよね、頑張りすぎて、でも今日はリカ姫がみんなをいじめる日なんだ。だってハッピーハロウィン。ファイナルだから言い訳を作り。このままだと私ファイナルちょっとマッターしちゃう。このままだとね。このままの勢いでいくとええって何、いじめてないです、いやいじめられたんです昨日、なんか指示込め中に、髪色似合ってる、かわいい、ありがとう、やばい声ガスガスになってきたそれは許せない、うん、許せないんだよね本当にひどい、ほんと毎日が合うね僕のリカ、やばい、みんな僕のリカちゃんって言われてるよ、意見がある人はどうぞ
あ、みんなのじゃない、そのなんか大衆向けのやつじゃないから、うん、やっぱ渡さないよみんなの、え、みんなのじゃない、みんなのだけはちょっと私やだ。あ、この人はもう通報するんで大丈夫です、ありがとうございます。節度あるコメントを平和に、私の、え、え、僕がリカちゃんと結婚僕のです、リリチョス一人称間違ってるよ私だよ、リリチョス。リカみんなのになりたくないんだよね、そう、リカでもみんなのになりたくない、なんか誰かにちゃんと独占されたい、それがしそれがしの、やばいな今日、なんか時代ねじれてんな。皆さんごめんなさい、私が苦しゅうない、もっと戦え拙者のおいどんのそれこそ僕とで世の殿おるな、殿がおるな、やはり帯目の周りは時空が歪んでますそれ私集計恐怖症だからさ、よく画像加工しすぎる時があるんですけど、集計恐怖症だからね、あのその時に言われるアンチコメント第一、時空歪んでるま、俺のリカちゃんのかわいいね、みんな苦しゅうないぞ、わらわは良きに計らえ、超越しごぶに存じ受けたまわります、つかまつりますこれどっち韓国です、わらわは美しいからこうやってやるね、バッハ王色の吐き出てるから、リーちゃんはみんなの天使なの。かゆい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 、おおやめてねえねえ、おおやめて
載せてくれた写真より今日1週間あごめんね、なんか分かりにくいよね髪色ね。バラりーちゃんはみんなの天使だよ、だからみんな取り合いはやめて。かゆいかゆいかゆい、無理無理無理、え、ちょっと待って、ほんとにやめるわアイドル。でもリカはみんなのになりたくないの、全員が全員独占欲にまみれててほしい、その混沌とした世を颯爽と歩いていきたい。そう、屍を越えて歩いていきたい。嫉妬の欲にまみれ争い戦い傷つき命を失った者の屍を越えていきたい。黒すぎ、わらわのための戦か。苦しゅうない、心ゆくまで戦うがいい。でもその血の海を這いつくばってでも私の足にしがみついてきた人が最後に生き残るんだろうな。だからみんなには仲良くしてほしいし、なんか楽しくおたかつしてほしいけど、でもみんなのリカ姫じゃなくて常に俺のって思っててほしいな。うん、俺の私の強気を。そうだよ、足というか真後ろに、あ、メアリーさんだ。俺のです、俺の独占欲執着心は誰よりもあります。でも もう1時間経った、早いな。今日はね12時までできるんだけど、その後ねちょっと死の音があって、こういう気持ち、そうなのよ、血のとあるのまだ。ピエン、ピエンってもう死後？そう、血のとある。
ピエンのに変わる新しいやつは何？ショールームアワードの会場に今年は行きます。でもノミネートされてるだけで別に表彰されるわけじゃないでしょ、まだ。で私近間だと思うんだけど、その中からまた選ばれるってことでしょ、ノミネート。みんな作り出してたリカちゃんがお仕事終わるまで起きてるね。うん、来てってね。じゃあお仕事終わったらリカ姫のことちゃんと収拾してくれないと死んじゃうかもしれない。各グループ1名選ぶ。あー、じゃあもうチカナだと思うんだけどな。チカナが一番達成してる気がする。いや、そんなことないかな。私さ、意外とイベント後半やってないんだよね。そうだよね、フォッカーさん。違う？いや、多分一番年…いやいや、なんかね、その達成数でも達成数で言ったら私ない気がするんだけどな。どうなんだろうね。もし一番達成してたら、もし一番達成してたらいけるけど、ショールマーワードに。フッカーさんの言うことを信じましょう。うん、そうだね。ただ毎日配信とか私でも結構してるもんね意外とやってるんですよね。なんか2日空いたりたまにするけど、仕事の関係とか移動とかで。なんか一番嫌なのは東京新潟間の移動でその配信時間がなくなる。例えば、まあ、8時とか9時とかの電車に乗ったらもう夜できないじゃないですか。着くの12時ぐらいだから。だし、なんか前乗りとかもあったりとかして、配信内容もしじゃあ無理です。すいません、私今年下ネタしか喋ってない気がする。ひごめんね。ひこう唐突だけど今日のトップスと新しい髪色のバランス、ね、ありがとう本当に唐突だね私びっくりしちゃった。これ可愛いでしょ、このトップス。あ、メイクなんだけど見て、アディダスとのねコラボなの。え、見える？見えないよね、ちょっと光の加減で見えないけど。めっちゃ可愛くない？これ今日初めて着たかもいやごめん、嘘、2回ぐらい着てるわ。でもみんなの前で着るのは初めてかもしれない。可愛いよね。ちょっとちっちゃいんだよね。でもなんかもっとお尻まで隠れて、こう
だからリキャンディの丈が私は一番いいの、あのボーダーロンティーみたいな、もう こんなんがいい、こんなんがいい。アイダスとミッキーの頃、わかる、可愛いのたくさんあったよね。でもこれも最後2点残なんか残り2点ですみたいな書いてあって、よいって、そう、そう、ダルダルが好きなの私これぐらい。ウィンクでストロング、残り2点とか書くのずるくない？普通に考えて、私あれ結構チート技だと思ってんだけど。だってさ、そんなん書かれたらもう買うしかないやん。は？残り2点なんだったら買うけどみたいな、絶対嘘だよね。あれ残り10点ぐらい、残り2点って言ってるべ。ね、でもなんか脳はそれに抗えない。宿の残り何部屋とか、ちょっとそれお宝あるじゃない、私わかんないわ。ごめんごめん。自分が普段さ東京とかで泊まるホテルとか、あとは地方行った時に泊まるホテルって、この間みたいにスタッフさんとか運営が取ってくれてることが多いから、私それわかんないわね。遠征お宝なんじゃない。キャンセル料金かかるっしょ、でもね。前日まで割と無料。あ、そうなんだ。キャンセル料金ダメでしょ。飛ぶな絶対。限度は前日くらいまでキャンセルかからない。抑えまくる。あ、そうなの？なんかすっごい急にお刺身食べたくなってきた。飛行機とかセットだときついかも。そうだよね、そうだよね。夜行バスはねえかかるよ。夜行バスはね、私もよく使ってたので、高校の時に移動で使ってて、うん、何の刺身釣ってくるの？刺身なら何でもいいな。でも。でももう寒ブリの季節だね。氷見だったら夜行バキバキになってから使って、夜行場はバキバキになるよね。寒ブリね、富山ね、行かない、来てください。え、そんなの食べれるの？
ウツボットなら知ってるよ、ポケモンの。こういう顔してるこういう顔してる。ウツボット何の役にも立たねえやべ、口が悪いあれ草タイプだよな、うん、もう何の役にも立たないし可愛くないマジで何の役にも立たない。お前いる意味あるみたいな、人数合わせだろポケモンの新作は買わないと思います。やってる暇がそもそもまずない。小次郎が毎日食べられてるそうだっけ、それ何時代。新時代はこの未来だ。お姉ちゃんあ、そうなんだ。ウツボットとマスキッパに毎日食べるマスキッパってスキッパってこと。歯ないのかな。11月に北陸行ってきます。ちょっと私ビジュアル忘れちゃった、マスキッパの生えとり草がモチーフ汚っちょっと待ってやばいやばいあ、汚っ私さ、虫タイプとか草タイプとか嫌いなんだよね。嫌なもの邪魔も全部消して行動よとメタモルフォーでしょうぜミュージック。そういうポケモンに自分のポケモンがやられてる時のイライラが半端ない。なんかはぁ、ブスのくせに調子あんなって言っちゃう。I want beauty なな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 世界の声なななな new world でででででで新時代はこの未来だ。え、でもそんなこと言ったらイーブイとかにや自分のポケモンがやられててもお前愛嬌だけで生きていけると思うなよって言ってるは？顔可愛いだけだろ貴様っつってうちのポケモン、うちの可愛いゴーカザルに何してくれとんねんはい、殺意っていうあれ、流星群を覚えるポケモン誰だっけ、ちょっと忘れちゃった。流星群を覚えるポケモン、挨拶いいってなったら流星群でさよならするイブいじめない、あいつ IQ だけで生きていけると思い上がってる。あ、ガブリアスだ。私ガブリアス手持ちにいつも入れてたもん。いかつ。いや、いかつ。え？いかつすぎない？決してガブリアスも可愛くないだろ。え？可愛いよ。そうだよね。いや、なんかもう一個なかった？誰か。意外とスタメン落ちしてる時もあったよな、ガブリアス。私の中で。バンギラスが、バンギラスフォルムがちょっと気持ち悪い。
黙った方がいいよね。でも私はゲンガーとか、ゲンガーとあれケイシーの進化系なんだっけ、ケイシーの進化系なんだっけ、イーブイの進化系何なら許せる、ブラッキー、ブラッキーエフィーじゃない、ユンゲラー、あ、ユンゲラーか、ユンゲラーも持ってた気がする。でもハーゲンガーの方が可愛かっただろうどう考えてもってブチギレて手持ちに入れんのやめた。風鈴、風鈴ゲンガーかわいいよね、まるまるとしてて。私あいつ無理なんだよね、チキプリーっていうやつ。チキプリーっていうやつ嫌いなんだよね私。あ、そう、トゲピー模様がなんか集合体、無理、集合体恐怖症じゃないけど模様がキモい、色違いポケモンでピンクとかいれば許せるけど、ブリッコ嫌いそう、いや嫌いなんだよね。なんかアナウンサー味を感じる、背ちっちゃい胸でかいアナウンサー味を感じるから嫌い。いや、ものなんだな。僕もぶりっ子嫌いなので一緒ですね。言うて好きやろ、みんなどうせ言うてぶりっ子好きやろ。こうやって選んで、ちょっとお化けとか怖くて無理です、怖い話しないでください。は？じゃあ立ち去れここから。私怖い話好きなんだけどなる。ええってとなる。いや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 、じゃあじゃあだよ、こうやって袖をこうやってクイクイって引っ張る、あのこれわかんないんですけど教えてもらっていいですかって言われたら何ってなるじゃん。本当のぶりっ子はぶりっ子だってバレないようにやるんやって。そうなんよ、そういうタイプが一番うざい、滅びろ。まあフ私の場合は警戒心が、どうせみんなはさ、イーブイに対してさ、は？愛嬌だけで生きていけると思うだよって言ってる女子よりも、イーブイかわいいって言ってる方が好きなんでしょ。うつぼっとに、ブース属性シャシャンナって言ってる子よりさ、このポケモン何？って言ってる方が好きなんでしょ。けっ。男子の前だけいい顔する人が嫌いだな。
イブイは可愛いもん。え。ポケモンの話できるだけ。確かに。あざとい子ってポケモンわかんないから教えてって言うのね、多分ね。これなんか。ちょっとできないけど、アヒル口教えてサバサバ系がいい。いや、ジサバもうざいぞ。自分で私サバサバしてあるからさって言ってるやつに限って裏でネチネチ言うからね。コダックのそれ私が振り分かんない時のやつ。え、私何番ですか？もう私リアルになってるやつだから。やめて。ちょっと分かんない、やばい、みんなが立ち位置につき始めた。うん、コダックになった。やだ。やだ、もうやだにもなってる、うん、目パッキパキになる。今これ何の曲やってる？隣に聞く。今これ何の曲やってる？やって。だいたいゆめちゃんとかななみあたりが今何かがいるの。 MC1 やってます。うん、じゃあ最近リカが食ってなってたら、あの青とかがリカさん4番です言ってくれるからありがとうって。もうおばあちゃんだからね、みんなにいたわられてんだよね。ああ仕事やりたくない。たまに出るガチのやつが出てしまう。なんかいっぱい考えたら何もしたくないなって思っちゃう。HALLOWEN Trick or treat Halloween night night Pookie night かぼちゃが踊ってる。
丸一日のお休みはないですね。ほぼないと言っても過言ではない。もうすぐ寝るので、え、起きてるって言ったよね、私の仕事が終わるまで。歌声が好き、え、ちょっと今すごいガスガスなのに。僕毎日休み、うん、ニートってことでいいかな。コウモリ衣装着た時のハロウィンナイトかカウントダウン TV スペシャルです。ありがとうございます。毎日休み憧れる。いいよね、私も憧れる。なんかたまに我に帰った時にさ、私って何のためにアイドルやってるんだでもね、みんなにもやっぱり刺激が必要だと思うの。あ、リカちゃんはちゃんと私たちが捕まえておかないとどっか行っちゃうんだって危機感を持ってほしい。なんかだからやっぱりキスシーンありますって言われてもやるね。はい。みんなには刺激が足りないんだと思うよ、毎日毎日こんな私に甘やかされて。お仕事ですもんね。リカ姫は癒し系アイドルです。考えたんだけど、見れるけど現場が楽しいとか言われると現場もすごく優しい人ばっかりで緊張するシーンも多かったんですけど、でもすごいみんな私にも、演技初心者の私にも優しくしてくださってすごく嬉しかったです。ボガーン、てん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 てれんてれんてんてんてれんてれんてんってなるってことでいい、みんな。私がそんなこと言ったらそうなるってことでいい。は、ドラマの中は仕事で割り切れるけど、メイキング映像次第のとこ、じゃあさ、なんかすっごいさ、モコモコのさ、なんかダウンみたいなさ、ベンチコートみたいなの着てさ、
なんか温かい飲み物を持ってさ談笑してるとことか嫌なんだ想像できる嫌なんだ、そういうの嫌でしょ、嫌いでしょ、すごい笑い合ってるのとか嫌なんだ、例えがに画面割っちゃうかもガラスを割れって言って握りしめた拳でを それでさ、全然見てないところでさ、なんか見えてないシーンでね、でなんか昨日キスシーンでしたよねみたいな、そう昨日その撮影があってみたいな喋ってるところに、その相手役の男性の人が来て、なんか緊張してたよねって言われて、そうなんです、めっちゃ緊張してたんですけど、でも現場の皆さんも私の気持ち作るのとかも優しく見守ってくださってたので、すごいありがたかったですって言って、時間かかっちゃったんですけどみたいな、ハッシュタグ2割のお墓おもろそれが立たないことを祈るね気持ち作る、オールアップ映像で続編あったらいいなと思うもうでも今回の現場で出会った皆さんがすごく優しくて、私も初めての感じの役柄だったんですけど、皆さんとまたご一緒できたら嬉しいなと思っています。続編があったらまたよろしくお願いしますヒンメイキングが一番の爆薬確かにリアルだよね、そうなってくるとね、自分のなんか推しメンがそういうのやってたらすごい嫌だもん、泣きながら酒飲んでみる、では見るんだでちょっと次のシーンね、なんか川に入る過酷なシーンですけど大丈夫ですかみたいな、そのインタビューする人に聞かれて、なんかいやすごい苦手なんですけど、泳ぐものもできないです、だから自分のやれるところまでやってみたいと思いますみたいな言ってる時になんかそこにまたその相手役のまずこの人が来て、ちゃんと助けてくださいねみたいな相手役ちゃんと助けてくださいねみたいな、夢に出てるからやめて、信頼してる感上手遣いやん、推定175ぐらいの人をこう見てる目キスシーン終えた後のショールームかと錯覚するほどの内容がリアル違いますかね、安心してください。
まだそのような仕事はしたことないです。はい。本当はもう取り終えたの？ないからそんな仕事。大丈夫だよ。今日はね、みんなをいじめる日なの。みんなをいじめてることもあり、あとはメンタルをみんなの鍛えてることもあり、いや違うよ、そういうのないから大丈夫、安心して、全くないから、言ってるだけです今。ねえねえ、やらないって言ってるじゃん。でさ、やるのはさ、まあ嫉妬なのかな。だから別にいいけど、それでさ、私にキレてくるのは違くない？別にそんなお仕事ないけど、私に、あ、なんかそういうの受けるなみたいな、切れてくるのは違くない？私の一存で決められないんだけどみたいな。でも基本私はそういうのあんまやりたくないタイプですよ。そういうのやるんだみたいなの言ってくるのは違くない？リカちゃんってそもそも女優志望はないないない、だから安心していいよって言ってるのに、さっきからみんなが勝手に盛り上がってるだけ。さっきからなんかみんなが勝手に盛り上がってるだけ。うん、それは違いすぎる、切れないでほしい。でももうさ、やれないって言ってんのにさ、もう今さっきの時点でさ、やっぱりやるんだみたいな、そういうとこだよ、ハルさん。分かってる？貴様のことを言ってるぞ、ずっと。昨日から。まあ、通報したんですけどね。でもすっごい慣れてても嫌じゃない？なんか、あー慣れてるわ。なんか、嫌だな、なんか。私全然見れるんだけど、めちゃめちゃ下手で。でもさ、リカさ、ゆかちゃんとチューしたんだけどさ、間違えた、あのゆかちゃんと、キスしたんだけどさ
したんだけどさ、だけどなんか慣れてるって書かれててさ、めっちゃ弱ったんだけど嫌だった。なんでやり直すん？そう、初めて初めて一回で言い切れやこのコメントおもろいだろ初めてコメントなんだから書けるだろ。どもってんの意味わかんないだろ。初めてしかも初めてまで、は初めてとかだったらいいけど、初めてそこまで言ったんだったら手ぐらい言え。おもろい音声入力いやー好きすぎるコメントだったな。音声入力なんだと思う。指先で送る動揺メッセージってこと？動揺しちゃったんだ多分、気づいてるでしょう。キスの夜願い込めてチェリー初めてかどうかは皆さんのご想像にお任せしますおもろかったな。初めて大好き、あのコメントははでもさ、正直ぶっちゃけ言って、その私がキスシーンしたのはゆかちゃんとしかしてしたことないんだけど、それ見てどうだった？ひゃーって、いや慣れてるなーって思った。思わないでしょ、どう考えても。でしょ？そういうことですよ。ただただヘラヘラしてた。へーって。プリプリだったプリプリの唇だったよ、うん、こちらも不慣れなもん。あ、そうだよねえ、そうだよね
リプリの唇だった。大丈夫、みんな安心して、ちょっと飲み込んどいたから大丈夫大丈夫ちょっと飲み込んどいたからでもその時みんなが思った感想のままです。あとはご想像にお任せします。いや、もろかったな。さっきの音声入力なのがおもろかった。絶対音声入力じゃないだろうけどね。初めて。音声入力してみたけどこうしかならない。いやだから絶対手の込んだコメントですよ。文字通り手の込んだ。おもろいんだけど、チーリョ今一人の部屋で初めてって言ってみたってこと？おもろ。音に出して。おもろ。変な人。変な人は認める変な人一人じゃないのか。ああ、彼女でも治療は多分いないと思うよ。よくご存知で。クリリンのことが、いや治療のことですけど。え？治療のことです。別にクリリンなんて一言も言ってないですけど、大丈夫ですか？一個聞いていい？ダメ。
どういう顔でこれ。え、今顔気抜いてた。どういう顔でコメント見ればいいの。ちいかわのモノマネ、ふふの顔。わっ、こうやって喋る女いるよね。ふわっ。私さ、この間ツグのことをね観察してたの。ディズニーでもすぐのことめっちゃ観察してたんだけど、すぐがね左手にチロスのゴミを持ってたので、私はもうゴミ持って、でゴミ箱どこにあるってリカに聞いてきた時から、この子は絶対ゴミ箱にゴミを捨てる時に効果音を何かつけるぞって思ったの、瞬間的に。でずっと見てたの、言うかなと思って、あそこにあるよって言った、あーあったーって言って、てっ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 て言って、ポイって言ったの。はい。なんか勝った気になったんだよね。めっちゃ嬉しいと思って、はい来た。絶対言うと思った、絶対つぐみは捨てる時にもポイって言うと思ったんだよねって、私はもう心の中でなんか分かんないけど勝った気になってた。私はえいかぽいかどっちかかなって思ってたの、絶対言うと思ってずっとこうやって見てたの。そこだよって言った時からこうやって見てたら、ぽいって言って、ありがとう今日も生きててくれて。ああいう女は絶対ね言うと思ったんだよね。だからもうずっとこうやって見てて、ポイって言った瞬間に、はいはいはい、ありがとうございます、ありがとう今日も可愛くてありがとう。そうそうっていう気持ちになってた。そういうの一つとってもめっちゃ性格出るなと思う。レイニャとかさ、なんとかさなんとかさって話しながらこうやって入れんのよ、こうやって器用に。それでさ、なんとかさみたいな、私めっちゃ見てるでしょ、絶対言う絶対言うってもうずっと確信して見てたら、ポイって言った。ひなたはね多分私は想像できるけど、捨てた時にその捨てた中の
砂糖とかのゴミが手にかかってバッって言ってるイメージバッってこうやってってやってるイメージえ、めっちゃ想像つく。脳内再生余裕七子は自分のゴミ捨てた後ゴミの蓋開けたまま他にゴミあるっていう絶対そうもらわなきゃっていう絶対そうはい私の人間観察の結果はもうね全て脳に入ってる。みはるも割とそうで、みはるはもらうよってしてる？してる？ゴミの蓋開けたまましてる？ってやるタイプ。ゆかちゃんゴミ捨てないから私が捨てるあー貸してどうせ捨てないんだからあんたよく言うやるこれ私です、うん、そうそう、ありがとうって言ってる。でも2秒後には違う話してるそれがゆかちゃんです。ゴミを捨て、うん、なんならくしゃ、私が言わなかったらくしゃくしゃにしてバッグの中に入れてると思うそういうタイプの子中で砂糖が出てくるとかそういうの考えない。今チュロスのゴミの話してるよ共存スタイル。やっぱ私めっちゃわかる。だってつぐも想像したままだったもん。だから全員合ってると思うんだよねこれ確かめようがないけど全員合ってると思う。マリナとかはなんかちょっと遠目からポイってやって入らなくてあってなってもう一回捨てに行くタイプあとか言ってそれがマリナそそっかしいんだよね。しかもそのゴミもちゃんと折ってあって、その折ってこうなってるところが引っかかって捨てられなくてちゃんとこうやって捨てるタイプ最終的に歩太郎なんて歩きながらぐしゃぐしゃってしっぽいだよ
で3、4歩歩いた後に通り過ぎてんの、ね、ゴミ箱あるよ捨てないのって言ってくる今言うなやっていうゴミ箱あるよ捨てなくていいのって言ってくる。うん、それがゆうです。そういうタイプえ全部わかっ、私もうなんかみんなにカメラ仕掛けてほしいだってディザニーのゴミ箱一つでこんな喋れるんだから、みんなの分言えるよ私。多分一期生ならほぼ把握してると思う。リカちゃんが予想して結果どうなるかモニタリングするのが確かに無限に話題あるじゃん。うん、確かにね。みんなさ、ちょっともうあと2分もあるのに壇上が焦り出すから仕方ないからランキング読むね。7位がリュウジさん、6位がホッカさん、5位がマメさん、4位がソナチネさん、3位がブライアンさん、2位が博士さん、1位が堀本さんです。はい、気すんだ。すごい早いね、みんな。ありがとう、見てくださって。お仕事行ってくるね。ありがとう。配信ありがとう。そうだね。みんなご飯食べて寝てね。いっぱいあったかくしてご飯食べてお風呂入って寝るんだよ。分かった？さよなら。